チーズドッグ作れる。どうもです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日はですね、こういうね、小腹が空いた時にぴったりなチーズドッグを作りたいと思います。はい、今回はですね、ソーセージとチーズとホットケーキミックスを使って簡単にチーズドッグを作りたいと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それでは材料の紹介からしていきます。まずはね、衣の方からいきます。はい、ホットケーキミックス 150g、 牛乳 100cc、 オリーブオイル大さじ1ほど、続きましてホットドッグの具の方いきます。まずはソーセージ、とろけるスライスチーズ、裂けるチーズ、あとはですね、揚げ油とパン粉で、食べるときにかけるのはケチャップ、マスタード、グラニュー糖を準備してます。それでは作っていきましょう。あ、これ前と一緒、ちょっと変えます。それではまずね、フランクフルト、これをこうね、長いのをね、半分にカットしますね。次はね、この裂けるチーズを半分にカットしていきます。で、半分に切りましたら、ちょっとこれ刺していきます。ブスッと、ブスッと、ブスッと、とろけるチーズ巻いていきます。はい、それでは一旦これを冷蔵庫で冷やしておきます。ほんまはね、1時間ぐらい冷やしておいた方がいいんですけれども、まあ大体で冷やしておきます。はい、とりあえずね、8本あるんですけど、そのうちの4本作っていきます。衣を表面に塗りつけてください。はい、そしたらね、これをパン粉をつけます。じゃ、どんどん塗っていきます。はい、完成しました。それではいただいてみましょう。伸びるかな、チーズ。いきます。おー、おー、とろーん。
ごいすごいすごい、いただきます。何もつけずに食べてもね、ホットケーキミックスついてるんで結構味がしっかりついててめっちゃ美味しいです。もうちょっとでソーセージの部分なんでそのままいっちゃいますね。うまい。次ケチャップ粒入りマスタードジョーたっぷりかけて、おいしい、めっちゃおいしい。スイートチリ、こういってみましょうか。スイートチリいってみます。本日は小腹が空いた時にぴったりなチーズドッグのご紹介でした。揚げ物の割には材料も少なくて時間もかからず簡単美味しくできるので皆様一度お試しください。はい、本日の動画役に立ちそうだったら高評価ボタン、そしてまだの方は下のチャンネル登録ボタン押していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴービーゴーでした。グッバイ。